だがめっちゃ嬉しい。身を削って配信をする。家族の話に出演させていただいたんですよ、今年の夏。こんにちは。長野公演で本当はその東京公演もあったんですけど、東京公演は延期になってしまったのでまだできてない状況なんですけど、そう嬉しい。嬉しいよね。てかすごくない？やばい、タイツがかれてる。そりゃタイツがかないでしょ。向かってる途中。みんな気をつけてきてね。じゃん。お昼公演もポニーテールでした。似てる？イエーイ。なんかめっちゃ嬉しいよねこれ。めっちゃ嬉しい。やっほー。わかる、宝物ですよこれは。矢野陽子嬉しいね。ね、こんにちは。カホーです。カホー反応すな、うん、カホーって反応しちゃうんだよね。カホー、うん、ティータイムくれてる、ありがとうございます。しばらく見ないうちにショールーム変化しておる。どうでした？オーディの方は差し入れのね和菓子をいただいてました。ね、トーク全員書いてるんじゃないか。おー、公演楽しすぎましたって嬉しい、ありがとうございます。今日初めての生誕祭、雨降ってるかわかんないです。ちょっと待って、朝は降ってた。朝やばかったんだよね。朝本当にやばかった。もうだってこうやって歩いてきたもん。だけどもう足ずぶ濡れ、ズボンぶ濡れで、なんかうちがその集合場所に着いた時は全然降ってなかったの、曇ってて、うん、だけどタクシーに乗る時にもうすごかった、ザー、そう一気に。私も家なんかもうちょっとで雨降りそうだなってなんかパラパラしてて、うん、で一回家に傘を取りに帰って、うん、でちょっと数、いやまあこれ普通に歩けたなって思ったんだけど、うん、一気にバーって降ってきてね、不安定、本当にやばかった。垂れなそ近なそ、あ、違う、いや焼肉派なの。あー、そういうことね、そういうことね。何それ、焼肉とすき焼きでどっちが好き？え、今そういうイベントやってるんだよね。マジか、私やばい、全然ねショールームね顔出してなさすぎて。それでで私焼肉なので、あの有料ギフトでタレとかあるのよ。何それ、すごい面白い。なんか普通にタレありがとうございますっていうよりタレなそって、タレなそ、チカなそって、そう課金しちゃってるのでタレなそって言って焼肉かな、私も今食べたいのは焼肉かな。でもさ、すき焼きに合うんですよね。ありがとうございます。おい、髪切った、すごい、気づいてくれたの、すごい。メンバー誰も気づかれなかった。前髪切った？前髪は前髪、まあ、髪切りに行ったら前髪も切ってもらえるじゃないですか。あ、そう、ね、ずっとここにさ、ガシついてるよ。でへべろでへべろ、そう、だから結構髪好かれすぎちゃってポニテが少ない髪は。本当だ、そう、こう見ると少ない、そう少なくなっちゃった。全然分かんなかった。そうだから髪染めたじゃん、若干。うん分かる。まあ、前髪はね、で前髪はね結構今まで通り長い時通りに巻きすぎちゃって。あ、私もそうだよ、巻きすぎた、こんなんだった、頭のブロック終わった後みんなさ汗だくだよね、ドラさんの公演って、汗かくよあれ、ね、どの曲が一番大変？大変っていうか、私は動いたなって思うのは、動いたなっていうか全部に休みがないからです。あそう、だからどれがっていうよりそのブロックごとがやっぱりきつい、うん、どの曲とかじゃなくて、そう、最後のシャーベットピンプはさ歌うの大変じゃない？大変、ね、高いからね、うん、
あ、すごい、焼肉の話してた。焼肉くれた。そうだよ、30万ポイントいくと黒毛和牛になるの、うん、すごい。20万ポイントだと普通のお肉みたいな、ね、普通のお肉かわかんないけど、すごい。お肉ゲットで30万ポイントだと黒毛和牛なんだって。すごい。じゃあそれがもし行って届いたら、なそ飯またやるの、うん、ショールームで焼肉やる。うわ、いいね。ホットプレートだ、うん、そうね、買ってたよね、買ってたよね買ったから、うん、そう。昼公演ありがとうございました。初めてドラさん入りましたって、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。でも今日女の子少なかったなって思った、昼公演。うん、うん、ここは落ち着いてるな。ここはね、落ち着いてるよ。そう、ここは心が年上組でもね、私ね、年上にもなれるし、うん、子供にもなれる。子供、でも子供の時の方が多いよ。わかんない。そう？うん。女性2、3人ぐらいいたよね。うん。ね。今チーズケーキ食べてます。これ美味しい。ふわふわ。2、3人だった。うん。今日さ、うん、親が見に来たんですよ。そう、公園にね、親見に来てさ、うん、でもさ、だいたいさ、親が新潟来るときってさ、新潟雨なんだよね。うん、そう、だからお父さんがね、新潟行くようになって傘を買うようになったんだよねって、うん、折りたたみ傘買ったの初めてなんだよって、うん、そう、新潟に行っていつも雨降るからって。でもさ、絶対さ、絶対雨降らんだろって時にも傘持ってないと打たれるよね。そう、雨に。私もさ、こないださ、うん、歩いてたら雨が急に降ってきて、うん、で別に傘を買うほどの距離でも、てか1回別に2回目だったの、この雨に打たれたのが、うん、だからその1回目でコンビニで傘買っちゃったから、うん、もう買えないって思って、うん、雨に打たれて帰った。うわ、やだ、うん。でさ、家帰ったら真っ暗じゃん、一人暮らしだから当然、うん、なんか実家暮らしだったらさ、タオル持ってきて、タオル持ってきてって玄関で言ってさ、持ってきてもらえるの、ね、すごい一人暮らしの寂しさを感じた、ね、一人暮らしでも慣れちゃえばね、うん、もう本当にまあね、そうね、風も今強いのかな、なんか強いらしいよ。やばいよね。ね。本当ね、気をつけてよ。そう、でもね、朝からお姉ちゃんからシー君の写真がね。猫ちゃん。そう。出て。ペットいいよね。めっちゃ可愛いの。お姉ちゃんの、あの布団の中に入ってきた写真とか、膝の上で寝てるのとかをこうやって見て。うわ。いいな。不思議な。私帰りたい。シー君に会いたい。わかる。出なくていい。出て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 、それはね、私泣いちゃうよ。それは泣いちゃうよ。チカナソ、チカナソ出るよ。泣いちゃう。生誕出る。やった。ね、そう、好きな。わかる。私もさ、犬のさ、うん、動画とかさ、写真がさ、うん、家族の LINE に送られてくるんだけど、うん、その可愛すぎてやばい。もう妹の、うん、お尻で寝てる、うちのね、うん、お尻で寝るの、お尻で寝る、猫飼ってるんですか、家でね、実家ね、実家、猫派、猫派か、猫です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 、猫だ、チカニャン、猫です、チカニャン、ゴロいいじゃないですか。デブ猫が好き。キリキリすごい隣の部屋元気です ね、私は閉めてるはずなのに、本当に私あっちの部屋入っちゃダメって言われてしまったんで。え、そうなの？なんで？なんか生誕の、生誕のものがあるからできんっていう、生誕のもの、なんかいろいろ多分用意してくださってるあるものが、なるほどね、そう、いいんじゃない、うん、元気だな。本当に。私はこの配信が終わったらポケモン買ったの。ね。そうだからね。何？スイッチ？そう、スイッチの。でね、昨日一昨日って丸一日できなくてね。もうね。ポケモン？うん、
今日の司会はバレてませんか？バレてません、バレてません。あのね、あの帰り2回やらかしてるから、生誕で、リハでね、マイクを持ったまんま今日はじゃあ私がなんとか言えるねって言っちゃってるから、彼女2回も私が仕切りだから私が言うといいよねねとか、あのマイクで普通に言っちゃってるから、そうだから、あのそういうね、打ち合わせするときはじゃあマイクを置きに行こうっていうルールを私が作ったんです。そう、もう帰りのせいで、そうそう、で置きに行ったから、あのバレることはないです。そう、はい、でもね、そのね、リハーサル本番だけじゃなくてリハーサルでもちょっとやらかしちゃうからそう、リハでそのいろいろバラすのが2回あり、うん、生誕で2回なんだ、突進するというか、そう1回突進、2回目何、もう主役の2回主役奪ってるよね。そうだから私今回もうスタッフさんに帰りの主役だけはなしで、主役じゃない、帰りの役職だけはなしでよって懇願しておいたので、まあそれがどう反映されているのかそうそれさ、本当に反映されてたら面白いよね本当に、だからもしかしたら、え、あ、俺たち帰りちゃんこれ頼んでたんだけどなって言ってそうだからファンの要望が通るか、マシモのそうカホの要望が通るかはもうスタッフさん次第です。そう、いやどっちだろうな、どっちだろう、どっちだと思う。いやでもね、アンケートしてみたらどっち、どっちだろう、読めない、なんかどっちもどっちも考えられる可能性として、うん、だからね、いやでもなんだかんだ言って、うん、や役職希望通りにするんじゃないのかなとも思ったり、でもやっぱり主役の意見は通してあげたいって思ってくれるのかもしれないし、うん、どうなんだろう、どうなんだろう、面白い。まあ結果はね、夜公演って、そうだね、いやだってもしかしたらさ、ね、ちょっと待ってたって言ってくれる人いないかもしれない、でも役職彼女あるんですよ、嵐もうでも本当にさ、どうしたらいい、ドラムメモ公演限定、あの生誕で ね、生誕パート悲鳴聞こえたんだけど、殺人事件が起きましたこんな狭いところですぐ殺される、私たち次本当に、はい、私主役なんだからそこはちょっと、はい、帰りの役職は嵐ですダメやん、はい、マイク奪っちゃうこの子のマイクの音消してください直接、うん、まあいいや、突進の練習してるんだよ、真面目だから今ここでこんな感じ、秘密の練習いる、ケイト、ありがとうございます、かわいい、ありがとうございます、いる、突進の練習なんて、ちょっと待って、ありがとうございます、ギフト、うん、突撃帰り公演みたい、それもうソロ公演ですね、溶き卵タレ、突撃かえりちゃんのソロ公演、かえりちゃんならマイクなしでもいけそう、確かにあの子声でかいもんね、夜公演の方もね気をつけて帰ってくださいね、帰るまでが公演ですからね、これってやっぱりさ、あれだったのかな、この期間に1回だけしかさ無料のタレはもらえないのかな、ポニーテールいいんだけど頭が引っ張られる、わかる、ポニーテールって痛いよね、うん、痛い、本当に本当に苦しいんです、ポニーテールって物理的に痛い、3本で縛られるんです、すごっそれはすごいわ、でも力長かったもんね髪ね、そう長くって量多くって、うん、あ、1回なんだ、この期間で1回だけなんだ、そうなんだ、そう本当にすごかったよ、見てる、もうこう引っ張って、もうゴムでこう1回縛るじゃん、でもう1本出されて縛るじゃん、こうやって調節こう持ってグイグイグイってやって、ゆるいなってなったらじゃあもう一本縛る、うわ、もうやばいよ、大変だよね本当に、
でさ、髪の毛洗うのもさ、ワックス剤すごいつけられてるからさ、2回とかする、普通に。分かる、もうシャンプーすごいする。でもこのほどいた時のさ、はなる感じ、開放感やばいよね。あ、タレナソがいっぱい来てる、なんで、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。タレナソ抜けちゃ、抜けるよ、髪の毛ガンガン抜けるけど、この毛量だからね、ほんとやばいよね。抜かれる人もいるし、確かに。あ、面白い。ドラムも見に行きたいな。ぜひ見に行ってください。あ、このね、生誕祭のためにネイルでしょ。そう、ネイルサロンに行ったんです。でね、キュルキュルにゴリゴリに可愛くしたくて、すごい、そう、行ってきた。ピンクにしちゃった。ピンク卒業するって言ったくせに。えー、すごい。え、こういうの取れないの、パーツ。え、意外ね、私もそう思ってたけど取れない。すごい。私はあんま興味ないんだよな。あー、そうか、うん、でも質感はさ、爪、地爪がピンクのところが長いからさ、そう、うん、生えそう、すごくネイル。で、ちなみに今日のアイシャドウはチカナがお誕生日にくれたアイシャドウを使ってます。で、嬉しい、ありがとう。これね、色がね、すごい可愛い。大人に反応しました、しました。抜けるに敏感な大人たち。アラコンは指原さんのデートとかじゃない、ストロベリーコース。特別な時使ってみたりしちゃったりして。気にします。もう一人のスタッフさんも気にすると。でも、もう一人のスタッフさんは寒くても半身なんですよ。すごい、本当にマジで健康すぎて、お体が丈夫な方なんです、もう一人ね。いつもこう幕開けたり閉めたりしてくれてるマネージャーさん。配信っていつまでしてる？どうしよう。何分から私始めましたか？40何分ですよね。さすがにそこまでやると多分髪の毛が7人いるからって考えると半ぐらいじゃない。もう終わりにします。え、早っ。夜公演楽しみにしててください。42分、ありがとう。ちなみに何話す か, しようかな。やばい、めっちゃ長く話しちゃうかもしれないから、じゃあ15分までにしよう。よろしくね。15分までにして、そう、生誕祭終わった後って配信した方がいいのかな。でも多分しないです。しないの？うん、多分しない。多分もう話したいことは全部生誕で話すと思うから、会ってもメールで、メールに送るぐらい。でも時間あれだから、次の日とかなんか改めてさ、ゆっくりやったら、もしやるとしたら。ちかなちゃん夜やりません、ね、眠たくてやばいの今ので、はい、15分までやって1日分の睡眠が足りてない感じ、はい、まあいいんです。うん、ポケモンはね、本当にね、もうだからできてない今。それではランキングですね。13位中村さん、12位とちあきさん、11位源之助さん、10位ビールバラさん、9位ハブトゥーセーブさん、8位永田さん、ありがとうございます。7位てつさん、ありがとうございます。6位11匹の猫を飼ってるふみさん、5位ゆうすけさん、ありがとうございます。4位メープルなおくんさん、ありがとうございます。3位カツさん、ありがとうございます。2位あきふみさん、ありがとうございます。1位ランダーさん、ありがとうございます。いや、昨日はもう本当に眠たすぎてすぐ寝ました。3週します、皆さん。全然寝れないとかなかった。じゃあ合わせますよ。配信をご覧のアリナの皆様も、イエーイ、ありがとうございました。わっ、小園ひろし町長様がいらしてくださっていて、ありがとうございます。え、この調子で行かせていただきたいと思います。ご飯食べながら30分までやろうかな。じゃあ皆さん、バイビー、またね、さようなら。